ごご覧いいただきありがとうございます現地4月10日に行われたマイアミ・マーリンズ対ニューヨーク・ヤンキースの一戦4対0とマーリンズがリードして迎えた4回裏ヤンキースの攻撃はワンアウトランナー1塁2塁打席にはアレックス・バドゥゴマーリンズのマウントにはこの日の先発ライアン・ウェザース初球外へのスイーパーでストライク2球目今度はほぼ真ん中こちらもストライク あっさりと追い込んでカウント、ツーストライク、ノーボールからの3球目。外、判定、ストライク。バットが回ったのかと思われましたが、コースに決まったとの判定でのストライク。画面上の枠からは大きく外れています。そしてスタッドキャストで確認しても、やはりボール。バドゥゴはスイングと尋ねて、コースーへと。まさかの外角いっぱいを取られたことに不満。これには、 ブーン監督も出てきます。ただ、ここで詰め寄ることはなく、バードゥーゴを退場させまいとなだめて、ダグアウトへ。これを踏まえて、今度は7回裏。得点は4対1。ヤンキースの攻撃はバードゥーゴから。マーリンズのマウンドには3番手のアンドリュー・ナーディ。初球、フォーシーム、文句なしのストライク。2球目、外角低め、スライダー、外れてワンボール、ワンストライク。そして3球目。これが、ストライクの判定。 うんざりのバードゥゴー改めて見ると画面上の枠からは外れていますそしてスタッドキャストでもやはりボールこれにはブーン監督どこ見てんだよおいしっかりしろどうすんだよどうすんだよってあんたが欲しがってんのはこれでしょそういうことだよやっとシーズン1号お前クソボールだったけどまあそれはいいよもうな何が大事かわかる3年連続がかかってんだよ俺にはワールドシリーズ 取ってねプレーオフ逃しましまたよはいただタイトルは守って今年取れば3連覇だから迷ったら遠慮せず叫べ退場このようにヤンキースの監督としてワールドシリーズに進出したことがなく昨シーズンはプレーオフにも進出できなかったことに負い目を感じながらも2年連続の退場であることには誇りを持ち3年連続3連覇への意欲を見せての今シーズン初退場となったブーン監督 そんなブーン監督のほかに現地4月11日の時点で退場となっているのはピッツバーグパイレーツのデレック・シェルトン監督のみこれは今シーズン最先の良いスタートを切ったといえるのではないでしょうかなおこの打席のバードゥーゴは次の1球を空振りして三振試合は5対2とマーリンズリードで9回裏ヤンキースの攻撃はツーアウト満塁でアーロン・ジャッジ一発出れば逆転という場面でしたがセンターフライに倒れて試合終了 マーリンズが勝利しましまたご覧いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。じゃんけんぽん